バックベーシック、これやります。ルンバと違ってですね、ルンバもーっとこう探したりこう、そういうふうに、言ってたんですけど、右足バックベーシックね。着地はですね、ボーンと下がる局面は、まあ、ないことはないですけどね、男性とかなり接触してて、思い切りこう、ボーンと圧力を加えられた場合は、ルンバ的な下がり方をしても、いい部分もありますけど、基本的に、全部ですね、右足を小さくね、置いてね、左足を大きく置く、クリップさせる。これをしっかりと何回も練習しておいてください。ポポン、ツー。実際にチャーチャーチャー、ツー、ツー、これですね。ツー、これをベースにしてください。ツー、スリーじゃなくて、ツー、スリー。こういうことです。ツー、で、ツーの左足は別に横に置いても構いません。でもまあ次、置いてもいいんですよ。次行くときに必ず行く方向に滑らして、スリーとこう行くのは一緒ですよね。ツー、スリー、チャッチャッチャ。置き直しますからね。必ず左足は置き直して、チャッチャッチャ。まあ、次に進んでいく。さあ、今日の、ポイントというか、今日はこの右足バックベーシックの置き方です。ツー、大丈夫ですかね。ツー、チャーチャーチャー、右足小さく後ろにステップして、ツー、ガリレは、ツー、スリー、これも全然ダメです。リズム取れませんから、ツー、ツー、自分の、気持ちよくですね、何回でもツー、ツーでできるとこ、ツー、スーってならないようにしてください。こういうことです。もうこんなもんで大丈夫ですね。スー、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 そして、スリー、チャーチャーチャー。ね。レシーブと、スー、スリー、チャーチャーチャー。こんな感じ、ね。イメージ的にね。そういうイメージでやってください。スー、大きな置くんだよ。ということですね。小さくステップしてください。ということで、はい、今日は立て手の右足バックベーシック、大事なんです。この感触を何回も練習してください。よろしくお願いします。ありがとうございました。